ダニエル・スプロングは、オランダ・アムステルダム出身のアイスホッケー選手。NHL のワシントン・キャピタルズに所属している。2015年に行われた NHL エントリードラフトにおいて2巡目で、ピッツバーグ・ペンギンズにドラフト指名された。オランダ・アムステルダムでアイスホッケーを始めた。5歳の時には13歳以下クラスのジュニアチームでプレーしていた。2005年に、 カナダ・ケベック州のビザールに一家で移住した。ケベック移住後、現地のジュニアリーグでプレーし、2011年シーズンはアメリカ・ペンシルベニア州を本拠とするウィルクスバリ、スクラントン・ライズに在籍した。翌年は、ケベックに戻るが、カナダ市民権を取得しておらず、オランダ国籍のままであったため、ミジェットトリプル A リーグのクラブには加入できず、2部に相当する。 ミジェット AA のクラブでプレーすることとなった。2013年シーズンからは、QMJHL のシャーロットタウンアイランダーズに所属。2015年の NHL エントリードラフトで、ピッツバーグペンギンズから全体の46番目で指名を受けた。2015年8月に、ペンギンズと3年間のエントリーレベル契約に合意。2015から16シーズンの開幕ロースターに、 登録され、10月8日のダラススターズ戦で NHL デビューを果たした。デビュー4戦目となる10月15日のオタワセネターズ戦では初得点を記録した。2018年12月3日にペンギンズとアナハイムダックスの間で交換トレードが成立し、ダックスへと移籍した。2020年2月トレードでワシントンキャピタルズへ移籍。ありがとうございます。